じゃあ頑張ってバイクにくくりつけます。はい、こんな感じでくくりつけました。今視聴者の方がいらっしゃいます。よろしくお願いします。ブラタブ、お疲れ様です。最近メインチャンネルよりサブチャンネルの更新の方が面白くなってきた男、ブラガブチャンネルです。私、北海道連の正体を、皆様に明かしたいと思います。ブラガブです。よろしくお願いいたします。サブチャンネルよろしくお願いします。もうね、もうクソ暑くなってきましたよね。まあ夏といえばね、水着ですよね。皆さん好きですよね、ドスケベなやつ。ということで、ちょっと購入してからだいぶ日が経ってるんですけども、今回はフレームアームズガールルフルス、フレズベルクルフスアギトですね、のパッチ組をしていこうと思います。よろしくお願いします。いや、当時はね、あんまりこのフレズの体型好きじゃなかったんで、まあ、特に欲しいかなとは思ってなかったんですけど、このボテバラがね、なんか作ってるうちに癖になってくるんですよね。ちょうど水着つながりでこれと遊べるのが楽しみですね。はい、どうも皆さん、お久しぶりです。多分前のシーンからですね、2週間以上経過してると思うんですけども、まあ、あれからですね、いろいろなことがありましてですね、まずね、この動画、これね、今撮ってるこれね、4K になってるんですよ。でも前のシーンまで HD だったと思うんですよ。今 4K なんですよね。先週の話なんですけど、私実はですね、皆さんに内緒でこっそり閃光のハサウェイ見に行ってたんですよ。何お前ガンダム見てるのって、なんか言われそうですけども。まあ、一応ですね、宇宙世紀系は一通り見てるつもりなんですよね。まあ、結構面白かったですね、閃光のハサウェイ。なんていうのかな、映像めちゃめちゃ綺麗でしたね。もうびっくりしましたよ。アニメーションってあそこまで進化できるんですね。まあ、だいぶね、会話内容が大人すぎて頭痛くなっちゃったんですけどね。って言ってる間に完成しましたね、素体の方は。で、コロナワールドっていうところで映画見に行ったんですよ。すっごい不謹慎極まりない名前ですよね。案の定ガラガラだったんですけども、で、映画見た後に、俺久々にちょっとガンプラ買おっかなと思いまして、近くにある上新のキッズランドってところ行ったんですよ。でね、本当に久々なんですけどガンプラ買っちゃいましたね。ちょっとね、今から時間あげるんで考えてみてくださいよ。はい、ではプラガブが閃光のハサウェイを見た後に買ったガンプラは何でしょう。グンバ。これ440円。クソ安いっていうね。ちょっとこれね、後で作ってこの子乗せてみたいと思います。私の見立てだとね、多分サイズ感ちょうどいいと思うんですよね。あ、いいですね、この中身の少なさ。これ440円ってすごいよね。フォトブ系だったら1700円ぐらい。はい、ということでキットが完成したので、適当にね、いつもみたいにいいところと悪いところでレビューしていきたいと思います。まあ、最初に言っておくとね、かなりデザインいいですね。うん、一部覗いてね、すごく気に入りました。で、あとグンバーですね、先ほど出したやつなんですけど、そのレビューはね、最後の最後にアソートでレビューしますので、そのところよろしくお願いします。ツインテールがいいですね。位置が高めのところにあるんですよ。褐色肌っていうのもポイントが高いです。カラーリングが相まってね、この間発売された水着フレズと合わせてもサドとマゾって感じが出てね、もうすごくいいと思いました。再販してもいいんじゃないですかね、これ。ちなみに共通の素体なので例の脇パーツが使えます。肌の色が違うんでブラックジャックみたいな状態ですけど、私はね、このポーズすごく好きです。武器のリード線が神がかってますね。いや、これ最高です。美少女プラモデルとリード線ってめちゃくちゃ相性いいんで、ダイナミックの動きもつけれますしね、いろんな遊び方ができますよ。で、一応当然水着フレーズについたつぶれパーツ使えるんですけど、まあ、正直微妙かなって思いました。いらないと思います。武器がね、ダサい。マジでダサすぎる。特にカラーリング、これだけじゃなくてフレーズ系列ではやたらクリアレッド出したがるんですけど、開発者の意向か何かなんですかね。正直センスのかけらも感じないですね。まあ、ちなみにこれ武器なんですけど、すごいですね。
うん、完璧なまでなダサさですね。一応これが正式な形なんですけども、あの合体ギミックの応用でね、こうした方がいいんじゃないかなと。折りたたんでですね、まあ、こういう感じですね。多分こっちの形状の方がどことなくアーマードコアっぽくて、フォルムも改善してるんでいいと思うんですけどね。この製品が発売された時期って確かダークアドベントソフィアとかが製品化されるかどうかぐらいの時期だったと思うんですよ。まあ、つまり競合するメーカーがほとんどなかったわけで、この頃のことぶきやって完全に調子乗ってたんですよね。人気が出たフレズ素体を使い回して、色違いだけじゃなくて抱き合わせでダッサいカラーリングにしたバイクフレズとか、まあ、似たような素体で無駄にラインナップを大量生産したんですよ。特にこのキットはね、時代遅れの基地ゲーカラーのイノセンティアとセットにして組み合わせられるよっていう謎コンセプトで発売されてたんですよ。いやそこフレズ2体でいいでしょっていうね。イノセンティア素体の方が明らかに売れ残ってましたからね。なんであんなの出しちゃうんですかね。コトブキ屋の美少女プラモって今市場めちゃめちゃ厳しいと思うんですけど、たまにねわけのわからん商品出すんですよね。生産のラインが詰まってるならね、企画する人もね多少は頭使った方がいいんじゃないかなと私は常々思うんですけども、腕の素体パーツの長さが違うんですよね。かなり初期に出た褐色イノセンティアと共通の素体パーツがついてくるのは、まあ正直素直に嬉しいんですけどね。これねフレズ素体の長さとなんか肩の部分が異なってるんで、そのまま使うと手が長すぎて違和感が出ちゃうんですよ。まあ、あの肩のね、あのよくわかんないパーツ外しちゃえばちょうどいいんですけどね。前から思ってたんですけど、肩の謎のギミック何なんですかね。これジョイントが動くようになってるんですけど、正直使いづらいんでいらないなって思いますね。今のフレズシリーズやベースにしてる改造されたマガ付きシリーズでは廃止されているものなので、まあ、本当にいらなかったんだろうなって、あのコトブキ屋の側の人も気づいたんでしょうね。あの胸が小さいんですよね。私これね1億と2000年前から言ってると思うんですけど、悪役の雰囲気のキャラ出すときは差し替えパーツをつけてほしいですね。でかいやつ、理想は前回改造したワンダーウーマンくらいがちょうどいいですね。ちなみにあのメッキ塗装酸化して真っ黒になっちゃいました。悲しみ。はい、ということで今回の動画は以上になります。先ほど紹介したグンバはこちらなんですけど、ちょっと思ってたより背が低いですね。なんかねポニーちゃんって感じ。 SD 向けっていうのもありますけど、足の関節が一つ簡略化されてるので、まあ改造すればいい感じになるんですかね。無理やり乗せるとね三角木馬みたいになります。いやまあこれはこれでありなのかなとは思いますけども、いつかね改造したやつの動画が出せたらいいですね。それではまた別の動画でお会いしましょう。他の動画でも HH プランも紹介しているので、サブチャンネルと合わせてよろしくお願いします。さようなら。